そうですね。先輩、まあ、大先輩に当たるじゃないですか。ああ、まあまあ、そうですかはね。い。すいません。なので、ごめんなさい。そう、アドバイスしてほしいこと、アドバイス？アドバイスをいただきたいアドバイス？はい。何しようかね。そう、まずこのことについてちょっと聞きたいことがありまして。何でしょうか？じゃあ、お願いします。テレビ、バラエティでトークをカットされない方法。これ、うわ最近やっとテレビに出していただけるようになって、カットされることが多いんですよ。それはだってね、やっぱこう、バンドの性質にもありますからね。ああ、どっちかというと、ドラムの白塗りの歌舞伎、ダルビッシュ君のが結構使われあ、て、そうなの？そうなんですよね。あ、確かに、キャッチーだもんね。そう、キャッチーでポップで。そう。いや、すごい、今日っていうか、まあ本当にそのイベントの時か、に、話させてもらった印象だけでも、確かに、なんていうかな、無軌道だけど、もう今さ、もう、なんていうかな、もう、いかに短いセンテンスで、ね、こう、いかにキャッチーにみたいなところテレビであるじゃないですか。そうですね。ぴったりハマってるもんね。ああ、ちょっと勉強になるな。いや、すごいなと思うもん。ああいうのを、だからこう、ただ逆に言えば、うまくこう、だからね、手綱を引いてる感じがするから、いいと思うけどね。ああ、そう、こう、組んで。そこそこ、そう。でもなんだろうね。カットされない方法な。西川さん、テレビ出始めは当時どうでした？そういう。あんまりこうほら、自分からこうガツガツっていう、本当は性格的にはないんですよ。本当は。ここどっちかっていうと、すごく、こう、あんまりこう自分をアピールするのが下手な人間だったのが、追い詰められて、だからもう全く経験がないのに、やれバラエティーだとか、やれこう、それこそゴールデンタイムの、ね、番組だとかにいきなり出さされると。で、いっぱいいっぱいになった状態で振り切れちゃったんですね。ほうほう。が、結果がああなってるっていう。あ、じゃ、その振り切れ方が、多分なんそうだっか、たんだと思う。良い方向に。そう。だから元がやっぱほら、その、なんていうのかな。どっちかってその、引っ込み思案がさ、行き過ぎて、へりくだりすぎてるじゃん。そうですなんか、ね。ずっと、かしこなんまか、りすぎちゃうんですよ。ずっと自分のチンコ、フラチオしたのかなっていう姿勢でそんずっな丸と。まってないですけど。もう、背中が、もうね、本当に。そうです、丸まったね、ままで。本当に。じゃあ、インドのお寺ぐらいのドームぐらい、ピーって人なっで例えて。てくださなんとなくわかね、りますけど。でしょ？本当に。そういう意味では、なんか、あの感じで、やっぱ出ちゃうから、こう、本題に入るまでに、まあ、そうですね、っていうのがないから、そこつままれちゃうじゃん。そういう意味で、ダルビッシュ君さ、なんか、ベリスみたいな、そういうなんか、ベリス。でも、一言ベリスみたいな。ベリスは言わないけども。ロングディスタンス。なんかね、自分の、なんかね、人から、なんかね、水の都、ベニスまでがロングディスタンスで繋がってるみたいな。たったは数ワードなのに、すごいキャッチーじゃん？そうですね。世界旅行だよ、もう。そうですね、僕と比べるともそうじゃん？雲泥の差じゃん？う。ね？飛行機代ゼロで世界旅行だよ。チュッチュだよ。チュッチュ。ね。わかんないけど。でもね、やっぱあのキャッチーさ、やっぱ、まあ、そうだよ醸し出ね。すオーラから違うんですかね。いやー、なんかして一言くれ目そう。から。そう。それはあるよね。いやー、なるほど。じゃあ、そういうところじゃ、ちょっと、今度テレビ出るとき、そうね。変えていきます。ダルビッシュ2人みたいな感じで。いや、それはいらないじゃん。そっくりにコピーしていきますね。いらなくない？そう、二人いらないでしダょ。ルビッシュよりコンマ1秒ぐらい早く返事しますんで。でも、それ斬新かもね。今日ね、実はこう、実はずっとね、話してて、ほら、ブログ本も出たりとか、素顔の、いや、全裸でね、ダルビッシュ君が、ね、やっぱりありましこう、ね、出たりとかしてて、これからどんどんそういう、なんかパーソナルな部分にフォーカスしていくのかなって思って、メイクとかもどんどん取っていくっていう。ただご飯が食べづらかったか ら、そう、口の口の下部分半だけ、分下半分取取っっててただたんけなだっんでていすうけど。話になって、逆に今度だから減った分だけ、僕が翔くんがこう、白どくんなっどてんどんなってて、いくっていうね。なんすか、その入れ替わっちゃうみたいそう。な、怖い話みたいになってますけど。いいなぁと思なっるほて、ど、じどうゃあかもうなぁ確と思っかたんに。ですけど。でも勉強になりました。ぜひよ確かかっにた。僕はちょっとそういうオーラが、負のオーラがありました。そうだね。じゃあ、悪い子じゃないんだけどね。ちょっと変えていきます。そうかな。